大家好、日本ミミです。今日は中国の留学について動画をシェアしたいと思います。視聴者の方々の中にも、中国に留学したいけど一体何から始めたらいいんだろう、というより中国の留学って本当に大丈夫なのかなと不安に感じてらっしゃる方もいると思われます。今日はですね、私自身が留学して感じたこと、そして今生活している中で得た情報などをもとに話を進めていけたらと思います。私は2010年27歳の時に上海の復旦大学に留学をしました。で、そもそもなんで上海だったのか、そもそもなんで中国だったのかというと、そもそも本当はアメリカに短期留学をしたかったんですけれども、まあなんせアメリカは学費がすごく高いで、お金が足りない。その時にたまたまある広告を見ました。なんと英語で中国語を教えてくれる、そういうセメスター講習が、それが上海の復旦大学で行っていると。私その時ちょうど英語が伸び悩んだ時だったので、まあちょっと他の言語を勉強すれば自分がこれから英語を伸ばしていくための何かいい手助けになるかもしれない、それぐらいの本当に軽い気持ちで中国の留学を決めました。で、ビザの手続きなどなど面倒くさいことは全部エージェンシーにやってもらっちゃいました。ビザの手配、学費の納付、上海の空港に着いてから学生寮までの送迎などなど、細かいものを全部エージェンシーにやってもらったんですけれども、まあそういうことをやってもらうために、まあエージェンシーはちゃんとしたところがいいと。で、エージェンシーを決める前に、ちゃんとしたその契約を結ぶ前に、私はそのエージェンシーのオフィスを自分で実際に訪ねました。で、どんな担当者の方がやってくれるのか、まあそもそもこの会社はちゃんとしてるのかっていうのを自分でオフィスに行って確かめて、あ、問題ないなと思ってから契約を結びました。で、私の留学はですね、たったの1ヶ月、夏のセメスターに参加をしました。で、これを留学と言っていいかはちょっとわからないんですけど、まあ、一応本当にもう全くわからない状態で上海に飛んで、そこから勉強を始めました。で、授業が実際に始まる前に、その前日に先生と簡単な1対1のインタビューテストがあって、それでクラスを振り分けられるという感じでした。で、まあ、10クラスぐらいあって、私は下から2番目のクラスに入ることになりました。学生の国籍の比率なんですけれども、一番多かったのはアメリカとフランスと韓国で、次いでイタリアとスペインで、日本人はその時本当に少なくて、私入れて4人ぐらいで、男性も5、6人っていう感じでした。なので日本人同士で固まることもなく、私はイタリア人とスペイン人のことすごく仲良くなったんですけれども、まあ、午前中は中国語を勉強して、で、午後はその子たちと自習するなり遊びに行くなりして、で、ほぼ英語で生活をすること感じだったので、かなりそこで英語も身につけることができました。先生の授業の進め方なんですけれども、午前中50分の授業が4本入っているような感じです。で、1、2、3、4で、2本ずつを2人の先生が、異なる先生が教えてくれるという、そういうシステムになっていました。で、この2人の先生は全く異なる方法で中国語を教えてくれました。で、1人の先生はオール英語、すごい流暢な英語で、これもすごく楽しくて、グループでディスカッションをしたり、ペアで組んでアドリブで会話をしたり、みんなの前に出てちょっとコントじゃないですけど、自分でシチュエーションを考えて、で、アドリブで会話をしていく、で、それをみんなに見てもらうとか、そういう面白い授業の進め方をしました。で、2人目の先生は、これは本当中国語、私は全くわからない状態でだったんですけれども、本当にゆっくり簡単な中国語の単語を使って教えてくれました。で、その時にですね、あ、外国語って日本語で何も教わることないんだな、外国語ってその言葉の言語で教わることがこんなに楽しいんだと、その時にすごく改めて感じることができました。私が上海に留学してよかったなと思うことは、まあ、生活面になるんですけれども、上海で生活するのはすごく便利、何でも手に入る、まあ、交通も発達しているし、あと日本食も気軽に食べれる、まあ、東京と同じレベルの生活ができることでした。そして悪かったこと、逆に悪かったことは、1ヶ月というたった短いこの時間です。この時間の中で、中国語を学ぶというのは相当、まあ、不可能に近いというか、本当に触り程度を学ぶ
くらいでした。いやもっと勉強したいなと思う時に変えなきゃいけないんで、それがすごく残念に思いました。あとは留学先なんですけれども、まあ流れで成り行きで上海に行くことを決めた私が言うのもなんなんですが、留学先はもう本当にしっかり決めた方がいいと思います。というのもですね、私の以前の同僚が北京で大体2年ぐらいで、それから上海に来て大体もう本当に10年ぐらい上海で生活をしているんですけれども、彼女が話す中国語はもう完全にこうシュとかアが強い北のアクセント、イントネーションです。で、彼女曰く、まあ、どんなに長く上海で生活しても一番最初に学んだのが北京だったので、それがなかなか抜けない、多分これから私はどんなに長く違うところで生活しても多分これ多分治らないと思うって言ってました。で、それぐらいやっぱり最初に勉強した場所でのアクセントっていうのはずっとこれからの中国語人生に影響を与えると思います。で、例えば視聴者の皆さんの中でもう中国語を大学で勉強しているとか、まあ、いくらか中国語を触れてきて、で自分の理想のこういう中国語を喋りたい、アナウンサーのようなとか、こういう女優さん俳優さんのようなという自分の理想のアクセントがあるんだとしたら、そこはこだわりを持って場所をチョイスした方がいいと思います。最初がすごく肝心だと思います。中国語をちゃんと勉強したいと思っていらっしゃる方で、会社員の方、まあ、ちょっと休みを取って中国語を勉強したい方、そして新しいことを始めたい方、まあ、いろいろな方がいらっしゃるかと思うんですけれども、この動画がそう思っていらっしゃる方の多くの方のお役に立てれば幸いに思います。最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。これからもこの留学に関してとか中国語の勉強に関してなどなど動画をアップしていきたいと思います。他にいろいろご質問などありましたら下の欄にご記入ください。はい、というわけで今日はここまでです。次の動画でお会いしましょう。再见、バイバイ。